動画編集の案件を断るのは難しいものです。しかしそれは必要なステップでもあります。断る理由をしっかり整理し、自分の決意を固めることが大切です。相手の立場に立って考え、感謝の気持ちを込めて伝えましょう。結論から先に伝え、丁寧に説明することで良好な関係を維持できます。案件を断ることで新たな機会が生まれる可能性もあります。自分のキャリアのために必要な判断であれば、恐れずに一歩を踏み出しましょう。適切な断り方を身につければ、長期的には信頼関係の構築にもつながります。